輝く竜城の青葉の嵐青君よ、矢作の流れまさに見よ、伊佐は高しこの力、岡崎これや我が郷土、いざや行け行け青い武将隊、いざ出陣。
君に仕え、物理を抜く密使法とさ、幼き子より家康公御民にと誓いしも一向一揆に改宗し、一度たりとも負けしやす、ただ勝つのみと名付けられしも戦国最強の武将は我こそ本多忠勝。天下は一人の天下にあらず、天下の天下なり。我慢辛抱堪忍と、幼き頃より戦国の定めという名の濁流に流れず耐えたそれがしの生涯かけたる望みと、天下太平の世、陸軍を超えて平成の武者しておりまする。グレート家康公青い武将隊、400年前の戦国時代から蘇ったわけでございます。そうです。
この岡崎を盛り上げるため、いやこの日の本を盛り上げるために我々は蘇ってまいりました。そうです。その中で今見ていただいたような我々の動きのある演舞、それ以外にもですが、400年前の戦国時代どのようなことがあったのか、それをちょっとしたね葵劇場という形で見ていただきたいと思います。本日はですが、今日もたくさんいらっしゃいます女性の話でございますが、そうですが、400年前の当たり前とこの平成の世の当たり前をまたちょっと見比べてみてはいかがでございましょうか。それではご覧くださいませ。葵劇場おてんば姫。どこぞの美女かと思ったんだが、わしの目も狂ったな。これは榊原殿。どれ、何があった？本田家の教育はさぞ厳しいと見えるな。榊原殿、皆には分かりませぬ父上のお考えが。戦ばかりで家族を顧みず、時折お会いすれば、私にはしとやかにしろ、女らしくしろの一点張り。女の家に生まれたばかりについて回るは父の名声だけ。家中の者たちまでがお父上に恥をかかせるな、お父上に負ける立派な世継ぎを埋めなどと勝手なことばかりを言う。しかし否は否じゃ、誰にも否の自由を奪う権利などございませぬ。自分の生き方ぐらい自分で決めます。やれやれ、少しは成長したかと思えば。榊原殿、いいな。なぜ平八が誰よりも強いのかわかるか？誰よりも優しい男だからだ。誰よりも仲間を思い、家族を思い、これまで自身が切り伏せてきた強者たちの怒り、悲しみ、恨み、命を背負って生きているからこそ。何も分かりません。聞け。そんな奴がお主のことを考えておらぬわけがあるまい。ああ、不器用なのがたまに傷だから。やはり未来にも分かりませぬ。いざ、いざ。いな、こんなところにおったのか。帰るぞ。父上、お話がございます。父上、帰れと言っておるのだ。帰りません。父上、皆のお話を聞いてください。聞かん。父上、わからぬやつ、帰るぞ。父上は皆のことを愛しておられるのですか？父上、ひどい。榊原殿、やはり嫌にも分かりませぬ。話ぐらい聞いてやればよりもの。甘やかしてどうなる。バカみたいに追いかけてきておいてよく言うな。宣告、ニナの嫁ぎ先が決まったのか。そういうことか。複雑な顔しよって、はあ、うん、お前ら親子に手向けてやる言葉など持ち合わせてはおらんよ。相変わらず減らす口を。武骨者め、相変わらずはお前だ。娘が娘なら父も父、家
顔だけ見なかったのがせめてもの救いだな。ああうるさいわ。うちもさっさと行け。煙を吸う。そうか。じゃあな。この辺だ。わしは間違っておるのか。さあな。稲姫はその後、名を小松と改め、徳川方についた真田信之のもとへ嫁ぎ、四人の子を設け、本田、真田の両家によく仕え、47年の生涯を陰ながら徳川のために捧げた光のような女傑でございました。どうもありがとうございました。まあ、このようにして、青い劇場と銘打ちまして、時々気が向いたらこういう気が向いたらまつわるお話をショートストーリーにまとめましてご覧いただいております。では次に参りましょう。五万石でも岡崎様はお城下まで踏み出す有名な文句でございます。岡崎の民謡にもなっております。まあ、本邦初公開でございますから、一度グレート家康公青い武将隊がジャズに挑戦しているということで、作り上げました、五万石ジャズを一つ聴いていただきましょうかね。見たくないですか。そうだと、これを見ていただこうかと思います。ぜひジャズを行って皆さん、シングしてくださいよ。Let's sing. Okay? Here we go! 岡崎
でした。いや、そうですかね。いいでしょうかね。いい気合いだと思います。ありがとうございます。では、打って変わっておなじみの勧誘踊りでございます。これは皆様ぜひご参加いただきまして、一緒に踊ってみませんか。では行きますよ。はい、行きましょう。勧誘踊り、よろしくどうぞ。それでは皆様、また手拍子からでございます。